秋が深まる道内ですが、はい、道が持ってるのは桜ですか、はい、季節外れに感じる桜なんですが、はい、今週咲いているところがあるんです、どこですか、はい、というのは桜の名所松前公園なんですが、映像もありますので一緒に見ていきたいと思います。お、なんかこれ昨日の映像、桜咲いてますね。はい、兼六園冬桜という種類なんですが、この冬桜って1年に2回咲くんですね。春3月に1回咲いて、そして秋のこの時期にも咲くという桜なんだそうです。なんか寒そうにも見えますそうなんですよね。園内ではもう紅葉が進んでるんです。桜の葉が色づいてきてるんですが、その中で桜が咲いていますので、お花見と紅葉見物と一緒に叶うという時期なんですよね。本橋さん、なんだか不思議な気分になりますね。不思議だけどなんかすごい得した気分ですねそうですよね。でこの桜なんですが、大体あと10日ぐらいまでは見ることができるということなんです。というのでこの3連休お花見と、あと山沿いでは紅葉も進んでいますのでね、秋の行楽楽しみたいところです。3連休期間通して晴れるところ多いんですが、ただ明日土曜日ですね、日本海側、札幌も含めて朝と夜遅くとにわか雨がありそうです。まあ、日中は天気の大きな崩れもなくて、割とこの時期としては過ごしやすくなりそうです。ではその3連休初日の予報、詳しく見ていきます。札幌は晴れの日続いてますが、朝晩の冷え込み厳しいですね。そうですよね。晴れれば晴れるほど朝晩は冷え込みが厳しくなります。明日の全道全区の予報です。明日も午前中中心に晴れそうです。そして傘マークないんですが、北区東区など朝と夜遅くにわか雨の可能性があります。日中の気温が20度前後、日向では上着必要ないような陽気となりそうです。今の函館の様子です。夜景が綺麗に見えてますね。はい、秋は空気が乾燥してきますのでね、結構夜景も綺麗な季節とも言えそうなんです。全道の明日の予報です。明日は留萌と倶知安に傘マーク、朝と夜遅く中心のにわか雨、ただその他の日本海側傘マークないんですが、通り雨にご注意ください。明日の気温です。日中の気温なんですが、今日に比べると3度ぐらい高くなりまして、10月の連休としては過ごしやすくなりそうです。この先の週間予報も見ていきます。日本海側とオホーツク海側です。気温にも注目なさってください。この3連休中、特に北見冷え込み厳しくなりそうなんですね。14日月曜日1度となりそうなんです。氷点下のもう一歩手前ですね。風邪ひかないようにしないとそうですよね、風邪ひかないようにもうね、ストーブ我慢しないでいいかもしれませんね。そして来週になりますと、火曜日水曜日の雨で季節が進んで秋が深まっていきそうです。太平洋側と道東も見ていきます。こちらは気温変化が激しくて、帯広来週水曜日最高気温23度、道東ではもしかして25度と季節外れの夏日になっちゃうかもしれませんね。平年に比べても7度ぐらい気温が高くなりそうなんです。そして7日先までの予報はなかなかね、雪マークはないんですが、次の週末、日本海側、東北などで初雪降ってもおかしくないんですね。中山峠などでも次の週末雪が積もるかもしれませんので、だんだんと冬の足音も大きくなってきそうですね。はい、そうなんです。この3連休中ね、冬支度、あとは峠日常を越えるという方はタイヤ交換なども検討なさってください。いい連休お過ごしください。